BE4-4201 から205型が BT301 から305型を牽引する日本対3イコールセルゲモレ鉄道の標準的な列車ラキュール駅に4対3イコールセルゲモレ鉄道 BE4-4201 から205系電車はスイス西部の私鉄である日本対ンイコールセルゲモレ鉄道で使用される山岳鉄道用電車である本校では 同系機であるブド4、4211系及び本機と編成を組む、制御客車である、BT301 から305型についても記述する。1916年から1917年にかけて、スイス製ブレマンコハンのニーオンからスイス、フランス国境の町である、ラキュールまで 26km が開業し、1921年には、国境を越えた。 フランス側のジュラ電気鉄道を経由して、フランス国鉄に接続するモレまで直通していた、日本対三イコールセルゲモレ鉄道は、開業当初より、スイス国内では、珍しい河川電圧 DC2200V で、電化されていた。その後1958年には、フランス国内のモレ、ラキュール鉄道のラキュールマイナスモレ間が廃止となり、 スイス国内の残存区間での営業を続けていたが、電化方式が、スイス国内では、珍しい河川電圧 d c 2 2 0 0トであった、こともあり、開業以来のアブダ4-416型をはじめとする1916から36年製の、計7機の電車が客車及び貨車を牽引する列車で、運行されており、変電所などの送電設備も開業以来のものが、 使用され続けていた。イタリアでは、一般的な直流の高電圧による電化は、スイス国内には、ニエオンタイサニーコールセルゲモレ鉄道の他には、レイティッシュ鉄道のクールアローザ線で、d c 2 4 0 0トが採用されていたのみで、同線もレイティッシュ鉄道の本線系統と同じ、a c 1 1 k v 1 6 7 h ツへの変更が、 長らく計画されていたなど、一般的ではなかったこともあり、日本対タイ,サンイコールセルゲ漏れ鉄道では、老朽化した諸施設を一新し、軌道の重機上加藤を図ると同時に、スイスでも、一般的な河川電圧 DC1500V に置き換える、総額に、700万スイスフランの近代化計画を1982年に立案している。本形式は、 この計画に基づき、4、3イコールセルゲモレ鉄道のほぼ全ての営業用車両を入れ替えるために用意されたもので、二等電動車の BE4、4201から205型が5機、同型の制御客車の BT301 から305型が5機が1985から86年に導入され、その後1991年に増引機として、客室の一部を、 荷物室に変更した、ブド4、4211系2等、荷物、合わせ作り電動車1機が導入されている。スイスでは、古くからいくつかの私鉄と、車両メーカーが共同で同一設計や、共通設計の電車を導入する事例が多く、存在していたが、本形式もスイス西部のベベヨ、本拠地とする。 車両メーカーであるアクメブが企画した、モジュール構造を取り入れた 1000mm 機関用、標準型電車シリーズの一つで、日本対3イコールセルゲモレ鉄道と、ローザンヌエシャランベルヒャー鉄道に導入されたのを、手始めに、スイス西部を中心に、いくつかの私鉄に導入されたものである。製造は、車体、機械部分、台車を、アクメブが、電気部分、 主電動機は BBC もしくはその後ろ身であるアブが担当しており、直波制御により、電動車1時間定格出力 800kW で、牽引力 75kN を発揮する曲がり配線容器である。なお、形式ごとの基板と製造年、製造所は下記の通りである。BE4-4201 から205型と、 同形態の制御客車の BT301 から305系、BE4、4205号機と並ぶ四四4、4231号機第1世代の全面、非貫通系であるローザンヌエシャラン・ベルヒャー、鉄道 BE4、832号機、第2世代のエーグルセペ・ディアブルレ鉄道ブド4、4401号機に4対3イコールセルゲ、モレ鉄道と、 ローザンヌエ・シャラン・ベルヒャー鉄道が1985年に導入して以降1996年にかけて地方施設用の標準型電車として本形式と同じシリーズを生産しておりスイス西部の各地で導入されている車体はモジュール構造となっており動力車及び制御客車変運転台及び両運転台等のバリエーションがあるが 車体ができるだけ共通化されており、長高扉間の客室大きさによって、車体長を調整している。製造時期によって第1から第3の3世代に分かれており、本形式も含まれる、最初の生産シリーズである、第1世代、全面デザインや、車体端の台枠構造や、道具類、運転室側面窓の変更などの変更をした第2世代。 主に各形式の装備である最終生産シリーズである第3世代となっており導入実績は以下のお通りありがとうございます